こんにちは、シーボードです。今回はスクワイヤーとフォトジェニック、どちらがコスパが良いのかを検証していきたいと思います。どちらも格安なギターなんですけれども、こちらのフォトジェニックはね、安ギターの中でも有名なメーカーだと思いますが、これがね、新品で1万2000円から3000円ぐらい。そしてスクワイヤーのバレット、一番ね下のモデルになるのかな、こちらが新品で2万3000円とか4000円ぐらいで販売しているものになっております。今回は1万3000円のフォトジェニックで十分なのか、まあそれに1万円足すことによってやはりフェンダーの冠がついたスクワイヤーの方がいいのか、この辺を個人の見解としてコスパの検証をやっていきたいと思います。持った感じはですね、こっちのねフォトジェニーの方が重量感があってずしーんとしているというか、ネックもね若干こっちの方が太めなんですよね。スクワイヤーの方がシャープな感じ。金物とかねピックアップに関してはそんなに相違はないですね。ペグに関しては、まあ、正直どっちも良くない。まあ、これはね安ギターあるあるなんですけどね。ボディ材もちょっと不明ではあるんですけれども、まあ、ネックはメイプルで指板はローズウッドだと思われます。まあ、多分ねローズなんじゃないかなと。じゃあまずはねこのフォトジェニーからいきましょうかね。ペグがねあんま良くないんですよね。では生音いきます。うん、全然悪くないですよね。よく言えばワイルド感のあるなり、その特別全然悪いっていうのもなくて、バリもね全然ないんですよね。この辺はね当たり外れがあるとは思うんですけど、弾きづらさとかここがちょっとみたいなのは今のところ感じられないです。では鳴らしていきましょう。フロントからあ、まあ、全然普通。悪くないですよね。出音のスピード感も遅いとかっていうのは特に感じず、ごくごく普通なギター。ちゃんとミックスの音ですもんね。ピックアップも全然悪さは感じないですよね。センターです。全然普通。リアです。ちゃんとリア、ちゃんとリアですもんね。特にね、なんか気になるところはなくて、普通にストラト、普通にストラトっすね。ネックがとかなんかそういうのはないです。まあペグはねちょっと問題かなとは思いますけど、全然1万円のクオリティを超えてるような感じです。では続いてスクワイヤーいきます。では生音いきます。これはねちょっと全然違うな。まとまりがしっかりしてますね。フォトジェニックがねちょっと散らかってってラフな感じだったんですけど、これはね散らからない。ちゃんとほんとまとまってる。トータル的な作りがやっぱいいのかな。金物はねそんなに違いはないと思うんですよね。なんかねちょっとツヤ感もね生音違いますね。ではフロントから、ちょっと潤いが全然違う。
ジェニーもね特別悪かったんじゃないんですけれども、ちょっと別格に違うな。ランクで言うとね2ランクぐらい違うな。うん、これフロント、フロントじゃないセンターです。でミックス、クオリティを超えてるような感じ、それぐらい。音の潤いっていうかちょっと艶感がね違いますね。これはね、まあ、1万円の差があるけれど、個人的にはスクワイアのバレットの方が断然いいかなと。これはねクラフテッドインインドネシアなんですよね。まあチャイナ製もあると思うんですけど、インドネシア製ねかなりねレベル上がってるんで、まあ時代によると思いますけど、ちょっとしっかりした作りのもの見つければあるような気がしますね。これはね結構当たりだと思います。最初ねこの動画を撮ろうと思って、まあ、握っただけの感じだと多分ねフォトジェニーで十分なんじゃないかなと。作りだったりとかバリの部分であったりとか金物、そんなに相違なかったんですよ。なので同じようなパーツを使ってるのであれば安い方でも全然いいかなと思ってたんですけれども、ちょっとね違いますね、別格ですね。さすがフェンダーの名前がついてるだけはあります、まあ、ただ当たり外れがある可能性があるので、実際に買おうと思っている方は鳴らした方がいいと思うんですけれども、インドネシア製のスクワイアのバレット、これは、ね、いいんじゃないかなと思いました。ちょっと予想とはね違った結果になってね自分でも驚いている感じなんですけれども、参考にしていただけたら幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。